ロシア軍とワグネルが銃撃戦、死者も。ウクライナ軍発表。ついに対立が頂点に。撃ち合いで双方から死者も出たという。ウクライナ東部では今も激しい戦闘が続いている。一方で奪われた領土の奪還を目指すウクライナ側の反転攻勢も近いとみられる。ウクライナ軍参謀本部の23日の発表によれば、ウクライナ侵攻で共に戦っているはずのロシア軍とワグネルの間の緊張がここへ来て頂点に達している。発表によれば、大した戦果を上げることができなかったロシア軍とワグネルは敗北の責任を互いに転嫁しようとしているという。どちらも自軍の戦術ミスや被害の責任を相手に押し付けようとし、挙句の果てにルハンスク州の村で衝突が起きた。対立は銃撃戦へとエスカレートし、双方で死者も出たという。事件が発生した正確な日時や死者数といった詳細は分かっていない。予想外の前線。ロシア側は事件の発生を認めていない。兵士もウクライナ側の主張の真偽を検証することはできていない。兵士はロシア国防省にコメントを求める電子メールを送ったが、回答は得られていない。軍事アナリストによれば、ロシアが短い期間にウクライナに勝利できなかったのは、士気も戦うモチベーションも低いなど、原因はいくつも考えられるという。欧米諸国から供与された武器も、ウクライナの予想外の前線に一役買っている。昨年秋の反攻でウクライナは広い範囲の領土を奪還したが、これも供給された兵器があってのことだった。ロシアは東部の都市バフムトを奪取して象徴的な勝利としたいと考えており、その目標に向けてワグネルはロシア軍と共に戦ってきた。だが戦況は数ヶ月間にわたって膠着状態が続いている。ちなみにワグネルの戦闘員は主に元受刑者で、ウクライナでの戦闘に参加することで恩赦を受けた人々だ。バフムト周辺ではウクライナ侵攻以降では最も激しい戦闘が繰り返されてきた。ここ数ヶ月戦況は一進一退を続けているが、ロイターによればロシアは23日占領地域を拡大したと発表したという。ウクライナによる黒海へのドローン攻撃、戦闘のエスカレートを示唆。ウクライナ軍は週末に水上ドローンでロシアの石油タンカーとロシア海軍の揚陸艦を攻撃したが、これは戦闘が今後エスカレートすることを示唆している。ウクライナの攻撃により黒海を通じたロシアの一次産品輸出が初めて脅かされている。ロシアは世界に輸出する穀物の大半と石油の 15-20% を同ルートで輸送している。今後ロシアが負担する保険・輸送コストは大幅に増大する可能性が高いが、欧州及び世界市場もリスクにさらされる見通しだ。ウクライナの反転攻勢の進展が政府当局の想定より遅れ、サウジアラビアが開いた和平協議でウクライナとロシアの双方が受け入れ可能な条件での合意の難しさが浮き彫りとなる中で、戦闘は拡大しつつある。米カーネギー国際平和財団ロシア・ユーラシアセンターのディレクターアレクサンドル・ガブエフ氏は、現在は戦闘がエスカレートする段階にあり、予想不可能な状況だと指摘した。同氏は
反転攻勢の開始以来、ウクライナはロシアのエリート層と国民に対し、ロシア領内への攻撃につながり得るとのメッセージを伝えようとしてきたとした上で、現在はロシアの輸出にとって不可欠な黒海ルートなど、ロシアの極めて重要なインフラを標的にしようとしていると説明した。戦闘エスカレートの程度とその影響は現時点では不透明だが、ウクライナほどではないにしろ、ロシア以外の経済的利益もロシアと同じように大きな打撃を受ける可能性がある。データ解析会社ケプラーの原油ヘッドアナリストビクトル・カトナ氏は、黒海の輸送リスクが急速に高まっているため、運賃は来週大幅に値上がりするだろうとし、ロシアの黒海沿岸主要港のノボロシースクからインド西岸までロシア産原油を輸送するコストは最大 50% 上昇し得ると話した。第三次世界大戦はすでに始まっている。ロシアへの経済制裁はアメリカにむしろマイナスに効き、ウクライナ戦争から抜け出せなくなっている。問題はロシアよりむしろアメリカだ。第三次世界大戦に突入した世界。2022年2月24日にロシアがウクライナに侵攻した日から今日まで続くウクライナ戦争。このままでは世界的な戦争に発展するのではないかという危惧もあるが、すでに第三次世界大戦は始まっているという。それは一体どういうことなのか。フランス人人口学者のエマニュエル・トッド氏とジャーナリストの池上彰氏による対談本、問題はロシアよりむしろアメリカだ、第三次世界大戦に突入した世界より、一部抜粋再構成してお届けする。第三次世界大戦はもう始まっている。池上彰かっこ以下池上。トッドさんは22年からウクライナ戦争によって第三次世界大戦はもう始まっているとおっしゃっています。どうしてそういうことが言えるのでしょうか。エマニュエル・トッド、以下トッド。ロシアとウクライナ二国間のこの戦争が世界大戦に発展するのではと心配している人は多いと思います。でももうすでにアメリカを中心とする西側とロシアの間で展開されている世界戦争という段階に入っていると見ています。そしてそれはまず経済面から始まったとも言えると思います。ウクライナへの爆撃で市民の多くが殺されていることはもちろん、まさに戦争という状態なのですが、ヨーロッパやアメリカがロシアという国を経済的に、最終的には社会的にも潰すという目的で始めた経済制裁もまた戦争の一端であるわけです。この経済制裁にロシアは耐えています。かっこずーさん。その後ろには中国やインド、それからもしかしたらサウジアラビアなどの国がいるわけです。そしてこの対立、戦争がこうしてヨーロッパの制裁が失敗することによってさらに広がっていった。つまり経済面で広がっていっているわけですね。そしてこの経済の問題というのは、今は西ヨーロッパの方でもその影響が非常に感じられるようになってきているわけです。この制裁のメカニズムというのは、その本質からして自然と広がっていくものなんです。それを広げるために世界に対してそれぞれの国に立場を取ることを求めたりするのが制裁なんですね。そういう意味では制裁の失敗というのは世界システムというものにとって非常に危険だったのではないかと思います。経済制裁はアメリカにむしろマイナスに効いてくる可能性がある。池上。確かに未だにロシアの経済が安定していることは西側が驚いている点だと思います。これはなぜなのでしょうか。トッド。実は経済のグローバリゼーションが進んでいく中で、生産よりも消費する国、
貿易赤字の国と、消費よりも生産する国イコール貿易黒字の国との分岐がますます進んでいるんです。ロシアはインドや中国とともにまさに後者の代表で、天然ガスや安くて高性能な兵器、原発や農産物を世界市場に供給する産業大国であり続けています。図4。一方で前者の貿易赤字の国とはアメリカ、イギリス、フランスなどです。財の輸入大国としてグローバリゼーションの中の国の産業基盤を失ってきている。つまり互いに課している経済制裁は、消費に特化したこれらの国の方にむしろマイナスに効いてくる可能性があるわけです。一種の神話的な立場だった経済大国アメリカは、今は生産力の点で非常に弱体化してきています。1945年時点でアメリカは世界の工業生産の約半分を占めていましたが、今は違います。ウクライナ戦争はロシアにとって死活問題であると同時に、アメリカにも大問題なのです。先ほども少し触れましたが、アメリカの生産力で特に問題となってくるのが兵器の生産力です。